ドイツサッカー連盟 DFB が9月に行われる U-20 連区代表戦に向けて24人の招集メンバーを発ドルトムントの下部組織 U-19 に所属する15歳の FW スファムココも招集された今シーズンの州サッカーはダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴 1、ガッツ無料をお試し実施中。ムココは2004年11月にカメル、ミヒトの両親から生まれたドイツ国籍を持つ。年。11歳にして、ザンクト・パウリの U、15カテゴリーでチームの中心として、ゴールを量産し、2016年5月、ドルトムントの株組織へ移籍する。当時12歳、U。 16ドイツ代表に招集されると4試合の出場で3点を記録した。昨季はドルトムンという17でエリ・イクサ25試合に出場し46得点8アシストを記録。当時13歳ガラユー17分でスリーガの最多得点記録を期し、その活躍を受けて今季はドルトムンという19昇格した。すると、 デビュー戦で6得点の大活躍の後もコンスタントに得点を量産し、最終的、今季はリーグ戦20試合で34得点9アシスト、UEFA ユース、グでは7試合で4得点1アシストを記録した。11月20に16歳の誕生日を迎えると、ブンデスリーガの場も可能となる。今年中にトップチームへ登る、する可能性もあり、 それに先駆けて、今月から、プチームの練習に加わっていた。ムココは、年2月に初めて U19 ドイツ代表に招集され、U19 を選手権予選のウェールズ戦、オーストリア戦、ルビア戦を戦う予定だった。しかし、新型コロウイルスの感染拡大により試合は、延期に。そって今回は、U19 ドイツ代表ではなく、U 20ドイツ大2発召集されている。2001年や2002年生まれの選手がうなかで、2004年の生まれの選手が選出されるのは、例の出来事だ。当然ながら、ムこコは、チームの、で一番若い選手となっている。果たして、どのうな活躍を見せるのだろうか。<music>